ハロハロー、どうもジョビンです。このチャンネルはキャスト UD、 キャスト RE のキャストグループさんの提供でお送りしております。朝倉未来ちゃんが負けて結構な時間が経過したんですけど、今あたりあんまりね、無気力っていうか、正直なんかね、あんまりモチベーションが上がんないっていうか、まあもう目標を失ったからね、ほんとスーパーライジンに向けてね、ずっと駆け抜けたから、俺もなんか本当に心にぽっかり穴が開いております。はい、少しずつ回復してるけど、まあね、前も言ったけど、まあこういうのは時間が解決するのと、あとまあね、好きな仲間とかと一緒に酒飲んだりとかね、ご飯食べたりするのが一番かなと思うけど、未だにね、完全に心の傷が癒えてなくて、はい、正直ね、動画投稿もあんまりしようって君、正直あんまりなれへんのやけど、ただもちろんこうやってカメラ回ったらちゃんとやるし、心込めてやりますけど、まあ細川バレンタインがね、連絡あってコラボしようとか言ってくれるのがなんかいいっていうか、無理やりやらせてくれることがすごいいいですよ。多分細川バレンタインおらんかって、このニュースコーナーがなかったら今月 YouTube やってないと思うね。そんなモチベーションです。ただ、徐々に徐々に元気にもなってきてるし、はい、今後ともよろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、変な愚痴言ったけど、はい、ね、カメラまだちゃんとやるんで、はい。で、今日も、週刊ジョビンニュースのコーナーで、きちんとメモしておりまして、でも前回の本当、格言のね、毎週、神の視点からいろいろ偉そうに言っていこうと思ってるけど、いろんな意見。寿司のね、全部同じ理論は、かなり批判コメントあったね。まあいいや、そんなカリカリせんでも、まあいいや、そういう回があったって。別に全部賛同してもらえると思ってないし。うん。でも、お前らも目隠ししたらはっきりわかんのかっていう疑問はあるけどね。で、ね、そう、今度ね、それやろうと思って、今ね、アンディでちょっと流行ってて、目隠した状態で緑茶、ジャスミン茶、無糖茶、あと水とか、あとまあウーロン茶とか、緑茶とか、まあいろんなお茶を入れて、ね、どのお茶か当てるみたいなのがあって、結構それが難しくて あんま当たらんかったりするんやけど、みんなそれをね、次細川バレンタインと会う時にやろうと思っております。絶対ね、子供舌なんで何にもわからんと思う。で、次回俺、ね、コラボする時マジやろうと思ってるんで、それちょっと楽しみにしておいてください。あんだけいろいろ偉そうに言ってるとか、もう味覚なんか、目隠ししたら絶対わからんと思うね。ウーロン茶か緑茶の違いもわからんちゃうかな。じゃ、それ次回、コラボの時やろうと思ってますんで、皆さんそれ楽しみにしておいてください。はい、ではですね、ニュースのコーナーやっていきたいんですけど、まあまず1個目、まあこれはもうちょっと触れざるを得ないっていうかね、一番のニュースというか俺の中で、まあホリエモンと青汁王子がコラボしてて、ちょっとまあこれ音声聞いてもらえます、聞いてないと思ったら、クルプシダもこれさっきちょっとなんかとんでもないなんかネタがあることをちょっと溝に聞いてしまったんだよね、はいはい、言えないけど、うん、なんか3日後ぐらいなんか出るかもなみたいなこと言ってたんで、ちょっと本当にどうなんだろうな。で、こういう投稿があって、あ、まあ、これに対して、まあ、めちゃくちゃこれ、まあ、炎上というか、もうすごい話題になってて、ごめんね、これまだこの試合の話触れるかって感じで、ちょっと俺もね、あんまり触れんようにしようと思ってるんやけど、まだちょっと終わらないというか、この戦いの話題が。で、これに対して、まあ、これ、みぞって言ってるけど、まあ、おそらく溝口さんのことなんでしょう、おそらく。で、溝口さんがそれを引用して、記録員さんか。記録員さんがそれを、ホリエモンと青汁王子の動画の切り抜きをツイートしてて、それに対して引用ツイートで、溝口さんが巷で小耳に挟んだ程度の話なので、何もなければいいけどっていうことを書いてるんですけど、ね。もう、俺、まあ、これ、まあ、ドーピングを示唆してると思うんやけど、おそらく。まあね、俺はしてないと思うし、まあ、どうなのか分からんけど、これ、3日後ぐらいに分かるって、もう間もなく分かるってこと、これ。てか、もう、こんなん言うのあんま良くないと思うんやけど、こんな確証のないこと。まあ、これを言ったら、木村実の時は、お前はめちゃくちゃ言ってたくせに言ってたのかもしれんけど、あれは 100% これやもん。あれは言ってよかったって、未だに思ってる。平本は、そうは思わんけど、体見て。まあもちろんね、まあ、100% やってないかって、それは分からん。平本も分からんし、朝倉も分からんし、まあいろんな選手も分からんけど、まあでも確実にやってるからっていう体では別にないけど、これでもね、なんか後味悪くなるから、あんまりこういうこと言わんといてほしいし、ね、
これ各少年で言うのよくないと思うけど、溝口さんも火消しに走るかと思ったら自分でつぶやいてるし、引用して、うん、まあただこういうのよくないなって思う反面、平本は言われてもしょうがないよなっていう部分も思っちゃう。今まで散々暴露とか確証のないことを自分でいろいろ言ってきたからね、噂話とかを、うん、だから最近ね、なんか面倒見てたっていう元反社の方なのかな、がなんか試合前かがツイートしたりとかしてて、まあでもよくないし、もう俺ね試合に集中したいからなんかテンション下がるようなこと言わんといてたと思ったけど、平本が言われるのはもうある程度しょうがないかなって思っちゃうけど、うん、でそういう部分もあって溝口さんも言ってる気がするけど、で俺はこれ別に妖精にね、もし万が一平本がなったからって別にそれでなんか朝倉のみくるの巻きがなくなったことにならんし、うん、なんかもうそれをもしそうなったらどう捉えていいかマジわからないの、まあ大問題やけど、もしそうだったらまあ違うと思いたいし、もう信じたいし、うん、別にやったとはならんわ全然、もし万が一妖精だったとして、うん、これでね朝倉みくるの反則勝ちだとも別にならんし、後味がとにかく悪くなる。まあでもこれもうこんだけ噂が出てるんやし、ね、ホリエモンが言ったりとか、溝口さんが言ったりするし、まあとりあえず検査結果は公表してほしいよね。まあでもするってことでしょう、おそらく。3日後に出るってことなんでしょうけど。もうこれはっきりさせてほしいし、もうなんか、俺もね、これ終わったことに対してイチャモンとかもつけたくないし、もう平本がただただすごかったから、この日は。うん。ね、朝倉みくるの乾杯と思うし、まあこれはもう陰性であってほしい、俺は。まあこれ陽性だったらほんと大問題やけどな、どうするこれ。まあ違うということを祈って、まあもしね、これ結果出たらまた動画でちょっと喋ろうと思うけど、陽性だったらとんでもないことやけどな。まあとりあえず結果を待ちましょう。うん、でもまあ木村みのりのこと以外のこと、確実にこういつやってるなと思うこと以外ではもうあんま確証ないことは俺はこういうことは言わんようにしようと思ってるけどね。うん、で平本は言われてある程度自業自得かなと思うけど、でも平本に対しても俺も別にそういうことをするつもりはないです。確証ないこととかなんかいろいろ言われたからって暴露しようとかそういうつもりはね、とりあえずありません。はい、でまあ、ドーピング問題で言えば、まあ、ゲビ・ガルシア、ちょっと試合したみたいなんで、ちょっとこのまま流れで触れたいんですけど、ギャビー・ガルシアが、なんとかジョンソン、なんとかジョンソンでいいよね、と試合して、一本負けしたんですけど、男性と戦って、まあ、ギャビー・ガルシアといえば、まあ、ライジンにね、初期ライジンにいっぱい参戦してて、カンドリ・シノブ戦で、まあ、10キロぐらいオーバーしたんだったっけ、まあ、とんでもないオーバーして、軽量オーバーして泣いてたことがすごい印象残ってるけど、まあ、そこから干されましたけど、まあ知ってる人多いと思うけど、なんとこのね20何年間ドーピングを使ってたことを認めまして、ギャビガルシアが、うん、ねえこれ何のために認めんのかな、まあ怪しいなと思ってたけど、うん、まあバンダレーシューバの周りですとかいう時点でやってる可能性は極めて高いなと思うし、まあ体も平本に関しては思うけど、まあ、ギャビガルシアも怪しいなんてもんじゃないよね、うん、まあ正直他日本人でも思うやつおるけどこいつ絶対怪しいなと思うけど、ギャビガルシアがね、まあ明らかおかしいなと思ってたけど、ついにもう認めちゃって、ってことはマジで今まで俺が負けた選手だったギャビガルシアに、うん、もう許せんけどな。まあでも分かってるか、負けてる戦った選手も何のためにでもこれ言っちゃうのかな、ギャビガルシアも。マジで今までの戦績が全てが、なんかね、撤回されてもおかしくないと思う、その戦績が。まあ俺ギャビガルシアももともとあんま好きじゃないけどね。で、まあ男と、試合で20キロ差があって、ギャビガルシアの方が重かったんやけど、やっぱ何もできずに、まあダイジェストで見たけど、足感とか決められそうになったりとか、最後裸締めで負けてんのかな。うん、でも俺はもうこれ勝ち負けよりも、ドーピングを認めたことにもうびっくりしちゃって、うん、でもやっぱもうこういうこともあるし、もうライジンさんはタイトルマッチに限らずドーピング検査して全部公表してほしい今日な、うん、全部の試合第一試合から多少の費用かかるかもしれんけど、そういうことちゃんとやってほしいなと思うけど、こんなやつ出させちゃダメでしょギャビガルシアを。もうまあ元々も干されてるけど、もう永久追放でいいと思うし、なんかやっぱりね許せんっていうかね、当たり前のことかもしれんけど、やっぱりほんと人を殺すね可能性がある競技なんで、特に厳しく取り締まってほしいけど、うん、
全団体パンクラスとかディープとかでも、まあ、お金の問題とかいろいろあると思うけど、だから違反した選手が全部負担するとかね、なんかそういうルールにして、あとまあスポンサーとかね見つけたりとか、まあ、難しいとこだけどドーピングお金かかるから、でもちょっと検査してほしいなと思います。本当にね、マジで傷つく競技なんで体とか、はい、厳しくそこは取り締まってほしいなと思います。はい、では次いきます。あとライジン関連ばっかりなんですけど、まあ鈴木千尋のピットブルかクレベルかって話題、この前のライジンでね、ピットブルと大晦日が戦いたいっていう風に言ってて、それに対してクレベルが怒ってて、うん、で、鈴木千尋が X で、誤解しないでくれ、ピットブルがリマッチしたいって言ってきたから、次はチャンピオン同士でやり合おうって約束したんだ、俺と試合した日は万全じゃなかったんだろ、それはピットブルに言ってて、でクレベル小池に、大晦日俺らでピットブル兄弟をぶっ倒さないか、お互い勝ってその後タイトルマッチしようぜ、それが嫌なら大晦日でも俺はいいけどねってツイートしてて、まあこれ結構反響あって、まあよく言ってくれたみたいな意見が多いけど、まあちょっと俺の個人的な意見言わせてもらうと、もうねピットブル戦はええわ、もうとっくに個人的にね、俺の意見ね、とっくに賞味期限切れてる、もうピットブル戦もまあいいけど、もうなんかね今更ピットブルってやって負けてもなんかもうどうし捉えたらええか分からんし、勝ったところでなんかもう一回勝った相手やし、やっぱね一生の重みってすごいから、 MMA なんとかこういう話してるけど、もうねもう一回勝った、もう鈴木千代は勝ったことが全てと思う。もう再戦なんか俺もまあ別にピットブル戦は見たいっちゃ見たいけど、もうほんと後回しでいいと思う。まあね、クレベル小池とも一回やってるけど、まあでもこれはもうね、チャンピオンっていうか鈴木千代がチャンピオンになってるからで、順番でどう考えてもクレベル小池が今ね、優先順位で一番なんで、今ライジンっていう舞台でやってるから、うん、鈴木千代は俺はもうクレベル小池でやるべきと思うけどね、そっちの方が俺は見たいわ。うん、ピットブルは、もし、鈴木千代とやりたいんだったら、ライジンで一生してほしいけど、ある程度強いやつと。うん、個人的にはね、じゃあどうしたらいいかって考えてみたいけど、うん、平本連対ピットブルだったらめちゃくちゃ乗れるけどね。で、勝った方がタイトルマッチでいいんじゃない？それだったらめっちゃ見たいわ、再戦よりも。鈴木千代対ピットブルよりも。うん、平本連対ピットブル。これが実現して、あと鈴木千代対クレベル小池で、それがタイトルマッチやし、そのクレベル小池対鈴木千代の勝者とピットブル対平本蓮の勝者がタイトルマッチでいいんじゃない？それめっちゃいいと思う。それでみんな納得する気がするんやけど、まあピットブルのね契約問題とかあったりとかギャラの問題とかあるかもしれんけど、うん、ピットブルは鈴木千代さんやりたいんだったら俺はそっちの方がもう全然乗れる。ちょっともう今じゃないわ、個人的にはもうピットブル出てくんの、うん、直後が良かった、鈴木千代に負けた。ちょっともう今じゃないね、今はもうね、うん、ピットブルよりもクレベル小池の、俺鈴木千代戦が見たい、うん、ちなみに鈴木千代とクレベル小池がもう一回やったらやっぱクレベル小池が俺有利かなと思うけどね、鈴木千代は全部ひっくり返せる力はあるけど、やっぱクレベル小池はもう一回一本取るんじゃないかなと思うし、ピットブルと平本蓮がやった、まだこっちも全然分からんけどな、平本蓮が KO 勝ちする可能性もあると思うけど、まあピットブル有利かなと思う、トータル的に。うん、そっちの方がマジみたいな、うん、超興味深い、うん、でも鈴木千尋はグラップラーともやってるけど、クレベル小池とかね、ケラモーとかとやってるけど、他のストライカー系、うん、平本とか萩原とか、まあ、萩原はやってるか、うん、なんかグラップラーと見たいけどね、平本は、うん、そう思うね。まあピットブルはグラップラーじゃないけどね、さすがにグラップリングもできるしトータルファイターなんで、ピットブルさんマジ見たいけど、うん、個人的にはそのカードが見たいなと思います。はい、では次の話題いきたいと思います。次が、我らがライジンアンバサダーくるみちゃんがライジン離脱を示唆、うん、っていうニュースを見たんですけど、またちょっとこれ、鈴木千尋の話題にもなってしまうんやけど、まあこれ俺この YouTube も見たし、まあ切り抜きやけど、くるみちゃんが鈴木千尋に怒ってる動画も見ました。なんかペットボトルを、鈴木千尋が平本蓮対朝倉未来の試合後に、
なんか中指立ってたの、立ってたのかな、平本蓮が、鈴木千尋に。それに鈴木千尋が怒って、くるみちゃんの、隣に乗ったくるみちゃんのペットボトルを持って、投げて、で、その騒動の中で、くるみちゃんのスマホが、なんか、画面が割れたっていうことがあって、くるみちゃんがそれに激怒してて、鈴木千尋に対して。うん。で、それを YouTube で言ったと思うけど、インスタライブかな？でも YouTube と思うけど、そしたら、それに対して鈴木千尋ファンとか怒って、なんかもう死ねとか、なんかそういう誹謗中傷がくるみちゃんにもめっちゃ来たらしくて、うん、で、くるみちゃんが反省してたけど、まあこれに関しては俺、くるみちゃん全く悪くないと思うけど、これは、鈴木千尋が悪いんじゃないで、まあ鈴木千尋も悪気ないの分かるしね、すごいいいやつでまっすぐな男なんて分かるんやけど、まず俺、あの時にペットボトル投げたことに、えっと思っちゃった。で、そんなことよりも、あの余韻に浸ってたから、朝倉未来が負けてしまったっていう。でも今出てこんといてと思った、あの時正直。うん、で、もう中指立てたりするんじゃない平本に。もうそんなのは、でも、くるみちゃんが言う通り、もうチャンピオンなんやし、もうどしっと構えといてほしかった、俺は。うん。で、物投げんのも、あんまり良くないと思うし、くるみちゃんのスマホが割れたんだったら、くるみちゃんに謝るべきと思うし、くるみちゃんが怒んのももう、それは当然と思う。うん。で、くるみちゃんそうやって誹謗中傷するやつもどうかと思うけどな、そんなんで。うん、マジで気持ち悪いよね、そんなわざわざ DM してることが、くるみちゃんに。とか死ねとかもそういうのもどうかと思うわ。そういう気持ち悪い奴らももうくるみちゃんを目の前にしたらもうね、何も言えんどころかすぐ好きになるくせに。すぐメロメロになってもう、ね、イチコロになるくせに。さってなんかね、チリチリ書き込んでんのがキモいわ。ね、もうくるみちゃんこれね、もう、こんなのもう責任感じんでもいいし、雷神辞めることしたらせんといてよ、もう。ね、なんか需要がなかったらもうなんか辞めるみたいな感じで言ってたけど、需要あるって、くるみちゃんはマジでいてほしい。うん、くるみちゃんってマジで格闘技好きと思うし、雷神に愛があるのも俺は伝わるし、ねえ、ジョイが雷神アンバサダーやろうとしてると思うけど、男性版の。まあ、それも別に俺いいと思うんやけど、うん、俺芸能人がそうやって、ね、本気で好きなんだったらいいと思うんやけど、くるみちゃんもこのまま継続してほしい。マジで俺の願いやし、みんなそう思ってる人多いんじゃないかな。これでやめたらなんか鈴木千尋も責任感じると思うし、俺はもう続けてほしいです、くるみちゃん。うん、とか責任感じんといて、マジで。うん、誹謗中傷するやつ、マジもうどうかと思うわ。うん、怒る気持ちわかるしね。うん、くるみちゃん、俺はもう継続希望ですし、需要は間違いなくあるから。うん、やっぱね、アンチの方が目立つんよね。俺もそうやけど。アンチがそうやって表立ってなんかコメント書いたりとか DM 送ってきたりするから、アンチいっぱいみたいになるかもしれんけど、ファンの方が圧倒的に多いから。うん、くるみちゃんのファンなんかもう全国に山ほどおるよ。これからも継続してください、くるみちゃん。はい。継続希望です。はい。ではそんな感じで次の話題いきたいと思います。次が、ラスト。まあ、これね、取り上げる必要もないかもしれんけど、まあ、米尾ちゃんが、女性から、ストーカーを受けてるという告発がありまして、まあすごい内容、まあ、これちょっと読むのもね、やばい内容なんでちょっとまあ見たんですけど、その女性からの DM を、それを小宮ちゃんが怒って晒してたんやけど、まあこれに関しては本当もう普通の意見になっちゃうけど、俺も晒す小宮ちゃんがどうかと思う。うん、いや、まあ女のラインも確かにめちゃくちゃ気持ち悪いけど、あれをアカウントとか顔も載せる小宮ちゃんは正直ほんと最近迷走してると思う。小宮ちゃんにこうやって神づかれそうやけど、あんまこと言う、こういうこと YouTube で取り上げてたら。あとなんか、当日キャンセルもしなかったのが何人かでね、予約、カップを小宮を、俺も4回ぐらい行って、もう小宮ちゃんの大ファンなんで、4回ぐらい行ってるんやけど、カップを小宮を予約してて、連絡もなくキャンセルしたやつにブチギレしてて、その人のこともね、脅迫まがいな感じで晒してたけど、あれも正直良くないと思う。ごめん、ほんと普通の意見やけど。いや、わかるよ。俺もアンディでさ、一日店長とかでのイベントとかある時に、キャンセルとかされたら正直イラッとする。めっちゃ人気あるイベントとかなのに、キャンセルされたことイラッとするけど、でも晒すっていう選択肢は絶対にないけどね。んで、やっぱ被害とかもあるんでしょ？やっぱ小宮ちゃんね、知名度あるし、なんか面白がって予約してキャンセルするやつとかキャンセルないやつとかも、まあ、ムカつくのもわかるんやけど、でもやっぱ、ああいうことしたら、
客足がより遠のくと思うし、そういうやつが増える気がするけどな。そこはもうドシュッと構えるしかないと思うし、正直ね、ごめん、ほんと個人的なただの予想でしかないけど、店がうまくいってたりとか、今すごい順調だったら、で精神的にも余裕があったら、ああいうことは俺やらんと思う。晒したりとかって。なんか気持ち的にも参ってる証拠というか、うまくいってない焦りからああいう晒す行為に働くんじゃないかなと思うけどね。めちゃくちゃ少なくとも幸せだったら、ああいうことやらんと思う。晒したりとか、まあイラッとはすると思うけど、どういう状況であろうが、ね、その料理も作ってるんでしょうし。でもほんとベタな意見けど、やっぱ良くないって、なんか嫌いなんやな俺、そういう暴露するやつって。平本もそうやけど、自分がやっぱ暴露されたりしたからかな。でもなんかめめしや、なんか男らしくないし、そういう行為って。その女性のストーカーの件もまあわかるけど、なんかね、被害があったみたいよね。なんか家がバレたりとか、まあ、わかるけど、なんかでも晒すもっとなんかやり方あると思うけどな。なんか本人にもっと言うとか、せめて晒すにしても顔とかアカウントは晒さん方がいいんじゃない。そうやな。せめて、アカウントとかは晒さん方がいいと思うけど。あとキャンセルしたやつにもそう。なんか名前とかも晒したもんね。あれは良くないわ。なんかそうブチ切れんの、まあ、まだわかるけど、なんかでもとにかく余裕ないんじゃないかなと思っちゃうな。うまくいってたらそうはならんと思うけど、ね、俺はカップを組み合うもこれからも行こうと思ってるんやけど、まあ組み合うも個人的に本当は暴露とか良くないと思う。ねえ、なんか自分に返ってくると思うよね。平本もそうやし、暴露ねされそうになったりもしてると思うし、小宮ちゃんも過去に悪いことしてたわけやん。そんなんとかも今更掘り返されてさ、まあごめん、それはまた別か。それはある程度しょうがないか。でもなんか言われたら嫌なことってみんなあるやん。それをなんか晒されんのって、自分もされたら嫌なことっていっぱいあることない。自分も晒されたら。だから返ってくると思うし、あんまそういうのは俺は賛同できない。ほんと良くないと思います。はい。そんな感じかな、今日のニュースのコーナーは。ニュースのコーナーはそんな感じなんやけど、今週も格言のコーナー、最後にちょっと行かせていただきましょう。今週は本当に有料級。まあ、先週はね、ちょっとお前らを、アホなお前らを油断させたんや。毎週有料級ではな、なんか俺もムカつくしな、こんな無償でやっといて。無償でこんな有益な情報ばっかり言ってもええんかなと思って、あえて先週は何のメッセージ性もない、魚は全部同じ味、肉も全部同じ味っていうのをやった。今週は本当に身のある話になっちゃうし、まあ恋愛のことやな。まあ正直、まああんま自分でこんなこと言うのも本当虚しくなるけど、まあジョビンチャンネルの視聴者って男性がほとんどなんや。 92% か 93% ぐらいかな。で、あんまこれ言いたくなかったんやけど、まあ、聞かんかったことにしといてほしいんやけど、モテるやつは見てないと思う。順風満帆なやつがこのチャンネルを見てると思えへん、正直。まあ、特に女性に思うけど、普通に結婚して幸せな家庭築いてる女性が見るチャンネルではない気がする。なんか世の中に不満を抱えてるようなやつが見るチャンネルのような気がしてるんやけど、まあ、とにかくモテへん男は見てると思うの。で、そのお前らに、まあ、前回な、前々回、結構お前になるけど、リュックサックを背負うなっていうね、最高の俺恋のアドバイスしてやって、そっからまあ彼女できたやつもちらほらおると思うけど、それでも、どうしようもなくモテないっていう男性諸君、お前らに、ほんと最高の格言持ってきた。これをできてたら、もうモテるし、彼女もできるし、結婚もできるやろうと。こういうのね、俺最近もうメモしていってるから、普段これをお前らに伝えてやろうっていう、モテへんやつらが見てるから、このチャンネル。オッケー、まずまあ、メモ、このまずタイトル、このメモをちょっと読ませていただきます。今週の格言、複数人の女を好きになれ。よし、決まった。よし、いい感じで決まったな今のは。
まあこれまあまあやっぱアホなやつ多いからな、このチャンネル見るやつなかなかわからん。まあ一個一個これだけでも終わりないけど、今日は本来ならもうこれだけ言ってピシッともうご視聴ありがとうございましたって終わりたいとこないけど、まあちょっとまあ説明全然わからんやろうからな、まあちょっと説明するけど、これほんと無駄な時間だけど、説明なんかいらんないけど今ので終わりないけども、本来ならあのね、お前らモテへんやつらって一人の女だけを追ってない、その好きな子いますって言って、うん、例えばまあ名前ともかちゃんにしよう、ともかちゃんって子いて、その子が好きで、でもずっと実らない、ずっとアプローチしてるけど実らないって言って、で苦しんでどん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 なんかもうそれで しかも実らないことですごいショックを受けて、ねえだんだん自分にも自信なくなって、で負のスパイラルに突入してると思うんやけど、あのね、複数人を同時に進行して狙え、これマジでいいこと言ってるからちゃんと聞け、お前正座して聞け、今座ってるやつらちゃんとベッドで横になってるやつら一回正座して聞け、うん、あのねこれどういうことかっていうと、例えばいいけど、そのともかちゃんっていう子をともかちゃんともかちゃんって言ってたら、まずそのともかちゃん自身がまず思うわけよ、重いなって、なんかむさ苦しい、キモいこの人、臭いってなんので、実際言ったりするかもしれんの、そのそいつにも、でなんか余裕がない、なんかモテない男みたいな、すごい必死じゃん、キモいみたいになると思うの、そのトモカちゃん側も、あんまグイグイトモカちゃんトモカちゃん言って、例えばインスタのストーリーに載せまくったりとかしたら、何この人キモいってなると思うんやけど、でそうアプローチしてる側もトモカちゃんトモカちゃん言ってる側もやっぱもう余裕がないわけよ、でどん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 重いことを繰り返してストーリー載せたりとかして、どんどん嫌われるしダメージが大きくなるの。でも例えばね、3人同時に進行しよう、3人ともかちゃん以外もまた A 子ちゃん B 子ちゃんでいて行ってたら、そのアプローチする側も、例えばともかちゃんって言ってても、ともかちゃんともかちゃん好きですって言ってたって、そこに振られたって余裕があるわけよ。お前らもどう、一人一個に絞るから、それを失った時にもう精神的にダメージ大きい。例えば仕事でもそう、収入源が一個だったらそれを例えばクビになるとか言われたらどうしようってなるし、なんかその一個にしがみついてしまうやん。でも収入源が三つあったらどう、なんかそしたら忖度せずに、なんかある程度強気にその会社でも発言権も得られると思うし、言えると思うし、でもなんかクビになりそうとかビクビクしたら1個だけだったら、でも3つあったらそんなことないことない、うん、心にゆとりができる。食べ物でもそうやな、うん、めっちゃお腹空いてる時になんか例えば肉まんが1個あったとして、それを落としてしまったりとか奪われたらってなるけど、肉まん3つあったらどう、肉まんの他にまあ唐揚げくん、あとおにぎりとかあって、その中で1個肉まん奪われたってそこまであたふたせえへんよな。わかるな、あ、わかりやすい例えば言ってるな今俺、うん、でそれは恋愛も一緒や、うん、で3つあることによって、例えばともかちゃんともかちゃん言ったって、あ、例えばね、そこがまああんま実りそうにないってなったら、 A 子ちゃん B 子ちゃんってそのまだ2個あんで、まあこれ別に正直5人6人に増やしたっていいわな、どんどん傷が浅くなる。でそうすることによってこっちも傷が浅いし、なおかつともかちゃん側からしたら、なんか余裕があるなこの人みたいな、なんか大人の余裕を感じるわけよ。うん、ともかちゃんともかちゃんじゃなくて、まあ、たまにともかちゃんに軽く口説くぐらいの感じで、なんか心のゆとりを見せられたら、なんかこの人いいな、なんかモテてそうみたいな、ゆとりを感じるなみたいになるのよ。だから逆にともかちゃんだけになったらガンガン来られたらもうなんか重いなってなるけど、うん、だからもうメリットだらけなの、わかる、うん、すごいいいこと言ってるな。で女はね、やっぱモテる男が好きなのよ。やっぱなんかいろんな、なんかいつでも彼女できそうな、いつでも結婚できるような大人のこの色気雰囲気、これに惚れんのよ。それをなんかがっついてがっついてされて余計に冷める。余裕を漂わせようぜ。別に俺も間に合ったり女なんかいくらでもおるからみたいな、でもあえてそれ言わんでいいよ。そのそこ、あ、バカなやつはそこをね勘違いしてもらって、俺女いっぱいおるよとか、なんか背びれが何人おるとか、それは絶対言う必要ない。うん、匂わせるぐらいにしとけ。言わん方がいい、言わん方がいいけど、なんかすごい余裕がある感じにしといた方が、女からしたらなんかこの人いいなみたいな、ガツガツしてないな、なんかモテそうや、なんか私がオッケーしなかったら彼女できるんじゃないかみたいな、それじらせじらせ。
ああ、じれるからあいつら。それですぐ好きになる、こっちのこと。で、あいつらもうすごいじれて好きになるから、そこを付き合えばいいんや。ね、で、これでも別にね、あの、浮気しろって言ってるわけじゃないからね。で、ちゃんとしたパートナーが見つかったら、別にそれ一途に愛したらいいやん。それ結婚したら、それを別に複数人を好きになる必要ない。ただ、一人の女をまず捕まえようっていう段階の時は、あの、複数人に行って心のゆとりを見せた方が、自分的にも全然ダメージもないし、より成功率は上がる。だからもう、一途な男がモテると思ってね、もう、まっすぐそいつだけを愛すやつもバカや、正直。もう一番モテへんし、うん。なんか、価値がどんどん下がっとる自分のせいで。お前ら逆もそうちゃうか？あんま可愛くない子でも、なんか、好き好き言ってくれて、最初そっち、俺もその気じゃなかったも、なんか、他の男の影とか見えたら、あれちょっと、え？俺のこと好きちゃうの？え？なんか誰でもいいのお前みたいな。え？何この気持ちみたいな感じで、どんどん、ね、恋の炎が燃え上がるもんな、正直な。焦っちゃう、こっちも。なんか、ゆとり見させられたら。なんか、で、どんどんガンガン来られたら、なんか、こいつ余裕ないな、なんか、あんまモテへんやつやな、みたいな感じで、自分の中で価値が下がっちゃう。うん。だから、複数人同時に行こうぜ。な。そしたら、おのずと一人の女ゲットできるから、頑張れよ。とにかく、お前は、ほんとモテへん、お前はもう、余裕がなさすぎてガツガツ言ってるから、もう、一人だけにアプローチすんのやめろ。で、複数に行った方が、もう何にもかもがプラスになるから。な！頑張ろうぜ、お互い。女は、もちろん清潔な一途な男を求めるんやけど、でも、やっぱ需要がある男が好きなのよ。やっぱ余裕のある、なんか女に困ってなさそうなモテる男が好きなのよ。そこをついていこうぜ。な！そしたらもう、いつでも彼女もできるし、結婚もできるからな。よし。めちゃめちゃ今日はええこと言った。ね。俺はもう今後もお前らに有益な情報をこうやってご教授していくから。だからもうね、もう、ばらけさせる。複数人の女を同時進行で行ったらモテるから。ただまあこれはバレたら絶対にあかんけどね。これを複数人を狙おうっていうのが、バレたら絶対あかんし、まあ、お前らは見てる側だし、その別にこのチャンネル見てるとか別にね、絶対バレへんからいけると思うけど、俺はもうこれを YouTube 上に動画で載せてしまった時点でもう絶対にアウトなんや。これを動画見られた時点で、あ、こいつ複数人の女狙っとるなってもうなるからね。バレやかんね。どんだけ俺が言い訳しようが。あれはネタでやってますよ。だって厳しいもん。どう考えたって言い訳が。言ってもモテるもん。複数人狙いって言って。こんな動画出して2、3週間はご飯も誘えへんな。誘われたやつ思うわな。あ、こいつ複数人狙いって言ってたら実行に移そうとしてるみたいな。絶対なるやん。てか、とりあえずこれインスタに、いつも、あのサムネイル載せてこれ YouTube 動画投稿する、あ、この動画できましたってなるけど、インスタに載せんのはやめよう。インスタに載せたらインスタの子がこれ見られたら全員無理になるから、インスタには載せへん感じでいこう。で、あ、これでも見られたら、後々でも見られたら厳しいな。1ヶ月後2ヶ月後でも好きな子できて YouTube やってることを言って、この動画にたどり着いたら、こいつ複数人同時に行ってたんかいみたいな。しかも、その女もキレてんのかいって疑問もあるやろうしな。結構、お前らのせいで、俺の恋愛が苦しくなりそうやな。まあいいや。まあ、お前らが幸せになってくれたらそれでいいよ。俺は俺で頑張る。まあ、こうやって、こういう有益な情報、うん、まあこれ2、3万の価値はあると思う、この話な。こんな有益な情報をどんどん俺を発信していくから、まあ、今後もこのジョビンチャンネルの、まあ、ニュースのコーナーの最後の格言をぜひとも見てくれ。来週もあるし、もう俺日常でもうビシッとお前らに言ったろっていう、アホのお前らに言ったろっていうメモをガンガンしていってるから、うん、今後もあのこの格言を楽しみにしておいてください。で、俺もまあみんなも気づいてる通り、まあ、お前らに言ってるように見せかけて、自分にも言い聞かせてるんや。俺、まあ、正直、一途なとこあるからさ、38になって、まあ、
いいっていう捉え方もできるけど、純粋っていう捉え方もできるけど、まあ、気持ち悪いって捉え方も正直できて、一人の女しか見えんようになるから、それで相手に思いとかなるから、ちょっと分散させていこうかなって思っております。多分俺はできないと思うけど、自分は。でも俺の分もみんなは頑張ってプレイボーイになってくれよ。多分俺はもう難しいけど、頑張れよ、幸せになれよ。 OK、 じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おります。